皆さんこんにちは。このようなね、会合を持っていただいて本当に私も嬉しく思っております。皆さん方によく聞いていただいて、これから皆さんの時代が来るわけです。私みたいなものもね、あとどのぐらい、生きてられるかというぐらいな年配の人たちが、まあ、いろいろ話をしてるわけですけども、まあ、皆さんがもうね、こういうことを聞いた上で日本のためにも頑張っていっていただきたいと思うんです。私はね、今でも毎日毎日朝起きると、あ、今日もまだ生きてるんだなと、頑張ってなければなんないと、こういうことをね、子供の頃からずっと現在まで続けております。それでね、じゃあ本題の方に入っていきたいと思うんですが、ただいま紹介されましたように16歳、まあ皆さん方より3日ふくらぐらい、上だと思うんですけどね、志願で、やる兵役についてきました。まあそれもね、もう戦争が始まって、もう戦況もあんまり芳しくないというような状況でしたから、で一応そんなことでね、私も16歳の9月から17歳の9月まで1年間いたわけですけども、その1年間のうちの前の月の8月に広島で原爆に、まあ、遭遇したわけです。まあその原爆に遭遇したといってもね、8月5日の夜は呉が空襲を受けていて、一晩中空襲を受けたために朝食が遅れた。その朝食が遅れなければ、私はその広島湾にある伊田島から毎日広島の方に行ってたわけですけども、8時に一番の船が出るということに決まってましたから、空襲がなくて普通の状態で行ったら、私はもうあの時の8月の広島へ行って、そこでもう歩いてるか、もう何か街の中を、宇宙の中じゃなくて歩いている状態という形でしたから、一番の船で行けばね、いなかったと思うんです。たまたまその空襲があってね、で、朝食を食べてる時に俗に言うようにピカッとんという形のあれで、食事のところに窓ガラスのあれが吹っ飛んでいうのが被爆を受けた瞬間です。で、いつもね、20キロしか離れてない伊田島からね、広島の街というのはよく見えるんです。もうガスタンクなんかの、ね、7つも5つも7つもあるのまで見えるようにね、よく見えてたんですけども、で急いで飛び出して広島の方を見た時に何も見えないんです。もう広島の方の下の方はもう霞んでるというか、煙っていうか、それで全然見えない中に、爆発した、要するに最初はもう、まあ、黒いっていうか赤黒いっていうかね、もう本当にもう不気味な色をした火の玉みたいなのが上がっていって、その中から白い、積乱雲っていうかあれが上がっている、それを最初に見たんです。それが本当に広島の、爆発した時の、瞬間の写真だけです。まあ街の中を歩いていてもね、もう街をまともに歩いてるっていう人なんかほとんどいないんだけど、まだ収容されないで道端に寝そべって私たちが行くのを
あ、誰か来たな、なんつって目を動かすのはまだいい方で、目も一つも動きもしないというのがまだずらっと並んだんです。まあその人たちがね、言葉を発するっていうことは、本当に発することができたのは、兵隊さん水ください、まあね、私たちも水を持ってませんからね、やるわけにもいかないとそのまま素通りしましたけども、その人の足はね、もうすでにね、3日後ですよ、もう肺が高くて内側を空いてるんです。おそらくね、まだ収容しきれなかったんでいたんだろうと思いますけども、その場ですぐ死んだか、あるいは収容後になって死んだかわかんないというようなのがずらっと並んでおったと。そんなことでね、これから皆さんも、皆さんの時代がやってくるわけですから、真剣にその点を考えていただいて、日本だけじゃなく、もう世界が平和でなければならないわけですから、そういう点でね、本当に活躍して頑張っていただきたいな。まあ私のそういう話がね、本当に参考になることを期待しているわけです。これから先も本当に、ね、皆さん方の努力を切望する次第です。